今回は、日本の上空通過したということで、日本も迎撃しなかったということですけれども、じゃあ本当に日本に向かってきたときに迎撃どうするのかという話をちょっとしていきたいと思います。まずこちらお願いします。日本はですね、この2段構えで迎撃することになっています。まず弾道ミサイルが発射されたら、レーダーがそれを探知するようになっています。でまずこのイージス艦、海の上にいるイージス艦が非常に高い宇宙空間でまず撃ち落とす。でこれももしうまくいかない場合は、PAC-3 と呼ばれる地上にある迎撃ミサイルで、撃墜するということになります。これを逃すと、地上に着弾するということなんで、最後の砦と。で、実際に今回この PAC-3 今年5月にですね、大阪湾の舞島に、来て訓練していまして、こちら私取材行ったんですけれども、今回この PAC-3 あと三重の、基地から来てます。でこれ立ち上げにですね、ここついてからその射撃できるまで発射できるまでにおよそ20分ぐらいかかります。で、今回ですね、これ一発数億円ぐらいするんですけれども、その他にレーダー車やアンテナ車とか15台ぐらい抱えて一緒に来ると大移動なんですけれども、で20分ぐらいかかると。でこれなんで舞島かということなんですけども、もちろん自衛隊はちゃんと答えてくれなかったですけれども、大阪市内とか中心部は全部30キロ迎撃範囲の30キロに入っているというような位置関係になります。はい。でじゃあこれで倒せるのかということなんですけれども、いや課題だらけですよねということを今ちょっと説明していきたいと思います。こちらお願いします。さっき言った通り、さっきの PAC-3 三重から来てました。この近畿2府4県に PAC-3 が配備されているのは滋賀のこの相葉の分屯基地だけなんですね。でかつ、立ち上げに20分もかかる。でさっき言いましたけど、迎撃範囲、数十キロなんで決して広くないです、という中で2府4県守れるのかというところで、今回、訓練しているのはいかに早く、じゃあその撃つところを予測して先回りして移動しようという訓練を、自衛隊しているんですけれども、それも本当にどこまでできるのかというところがあると思います。でもう一つ、最近ロシアや中国が開発してますこの極超音速ミサイル、すごい変則的な動きを直前でするというところで、この PAC-3 で迎撃するのは難しいと言われています。でさらに、たくさん飛んできた場合に、じゃあこれだけの数で足りるのかと。今、自衛隊も防衛費予算つけて PAC-3 新しいものをどんどん入れてますけれども、それだけで本当に足りるのかといった状況があります。シェルターと呼ばれるもの、そもそも日本にあるのかという話なんですけど、こちらです。昨年度から一応国民保護法という法律に基づいてですね、ミサイル発射増えてますんで、緊急一時避難施設という名で、重点的に、都道府県や政令市が指定しましょうということになってます。大阪府で言いますと、大阪メトロの地下駅舎108箇所を今年5月に指定しています。はい。実際に大阪ビジネスパークのちょっと映像を流してもらうと、こちら、720人ぐらいが、地下の改札のところに避難できるというところになっています。京都府見てもですね、地下駅舎、神戸市も、駅舎のほかにこれ民間の地下街とかも、これ全国初ということなんですけど、指定して、これ全部今年入ってからの動き、今回も J アラート鳴ってから到着、日本を通過するまで2分、今日2分でした、その間に何ができるかと。近くにいる人はここ逃げれますけど、そもそもでもここも実はあくまで一時避難施設なんで、そもそもミサイル直撃を耐えられるような施設じゃないですよ、あくまでその爆風から破片とかが飛んでくるのを守るために入りましょうという施設で、1、2時間の避難しか考えていないので、食料の備蓄とかもされてないと。じゃあ私たち、じゃあどうするのと、2分しかない間に何するのというところなんですけど、一応政府こういうふうな資料をホームページで出して、内閣官房のところで出してまして、まずはですよ、とにかくもう物陰に身を隠す、身を伏せて、固い建物の近くに、行くというところ、当たり前なんですよね。爆風から身を守るということですね。でもこれ、はい、普段やっぱり皆さん考えたことないと思うんですけど、今回は機に、例えば通学通勤の途中とか、家でもそうですけど、今 J アラート鳴ったらじゃあどうしようっていうのを、今回一度考えてみるだけで次の対策ってこのが変わってくると思います。ご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録もぜひお願いします。月曜から金曜の夕方は関西情報ネット10をよろしくお願いします。